はい、こんにちは。村野さとしです。今回はですね、学級への最後の言葉についてお話をします。学級崩壊講座、授業開きの授業、2024年3月23日入試25日公開します。はい、先生方、そろそろですね、子どもたちとのお別れの時期が近づいてきましたね。私はいつもね、最後の日、最後にですね、担任として子どもたちに言葉を伝えていました。ただですね、私の場合はですね、なかなか何も見ないでこう自由な感じで喋るのがね、あまり得意じゃなかったので、いつも学級通信ですね、最後の学級通信に言葉をずっと書いて、でそれをね、先生から最後にみんなにね、伝えたいことがありますというふうに話をして、でそれをじゃあ最後聞いてくださいっていうんで、学級通信を読むようにしました。ただ学級通信にずっとこう目を落として読むんじゃなくて、少しこう子どもたちの一人一人の顔を見ながらね、語るような形で読むようにしてました。まあ、そんな風に最後の学級通信を子どもたちへ伝える言葉を書いたんですけども、まあ、今回はね、その中一つ読んでみたいなと思います。4年生ですね、これ最後、4年2組のすべてを閉じるというタイトルでした。はい、じゃあこれ読んでみますね。4年2組のすべてを閉じる。春に出会って以来、1年間が矢のごとく過ぎ去っていった。さまざまなドラマと思い出を残して4年2組は今日を解散する。31人の子どもたちと1人の教師がこの1年間ドタバタドタバタと悪戦苦闘し、何やらそこに絆のようなものが芽生え始め、やっとお互いに理解し始めた頃、別れはやってくる。出会いには必ず別れがつきまとい、出会いは別れの始まりとはよく言ったもので、まさに道理である。しかし別れは次の出会いのためのステップであり、別れがあるからこの世界は美しいということができる。1年限りの契約で4年2組の担任になった。実は私は4年生を希望していた。ぜひ4年生という学年を持ってみたかった。小学校で最も美しい学年と言われる4年生を教えてみたかったのだ。そして1年が過ぎて今、私は自信を持って言える。4年生は本当に美しい学年だ。いや、4年2組の子どもたちは本当に美しい子どもたちだった。私はこの子どもたちを伸ばしていかなくてはならなかった。そしてそのためには自分も教師として伸びていこうと思った。教師が伸びずに子どもたちが伸びることがあろうか。私はこれまで自分が持っていた教育理念なり教育方法なりをこの4月にすべて金繰り捨てた。これはかなり勇気のいることであった。自分の過去の実績を否定することだからだ。しかし破壊から創造は生まれる。創造したものを破壊することによって次の創造が生まれるのだ。この子どもたちには今まで自分が行ってこなかった理念と方法で指導していこうと考えた。そして日々試行錯誤しながら子どもと接していった。したがって今年の私の教育活動がいかなる成果を生んだか評価しにくい。私は31人の子どもたちすべてにとって価値ある教師であった自信はない。1人から2人ぐらいの子どもにとって価値があったかどうかも自信がない。精一杯の努力はしてきたが、自己評価はそんなものだ。だから子どもたちと保護者の皆様には感謝と謝罪が必要になる。感謝はこんなに素晴らしい子どもたちと保護者の方々と出会わせていただいたことに対してである。謝罪はこんなに素晴らしい子どもたちを十分に伸ばせなかったことに対してである。この1年間本当にさまざまな場面で保護者の皆様にご協力いただいたお礼を申し上げる。そして31人の子どもたちにもありがとうと言いたい。立派な5年生になってほしい。以上で4年2組の教育活動のすべてを閉じる。まあこんな感じでですね、学級通信に最後こうやって文章として書いたものを読み上げて伝えて、そしてお別れをするという感じでやってました。まあ最後にね、いつも学級通信を読んで終わりにするというのがね、私のスタイルでしたので、
この最終号についてはですね、結構一生懸命ね、前の日に考えて書いて子どもたちに配って読んでましたね。皆さんもね、最後修了式の日にですね、こうやって何か子どもたちに伝える文章を学級通信かなんかに書いて、これを読むよって言って読んであげるとね、子どもたちにね、思い出に残るんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけでね、今回は学級への最後の言葉というお話をさせていただきました。はい、宣伝です。3月の23、24、25の3日間ですね、学級崩壊対策足す授業開きの授業という講座を考えています。全部で9講座ありますので、ぜひですね、これは新学期始まる3月の間にね、見てほしいなと思います。今回はリバイバル講座で、かつて私がやった動画をもう一度配信するという形になっていますので、まあ、その3日間でね、9講座1日3講座ずつ見ればちょうど終わりますので、よろしかったらね、見てください。はい、というわけでね、今回は学級への最後の言葉というんで、4年生に読んだ学級通信の文章を紹介いたしました。というわけでね、先生方も素敵なお別れを子どもたちと計画してください。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。